ファンガラーノパラスタニコーエ素晴らしいシュートでしたり、うん、ジャバリ選手のシュートっていうシーンは出ているので、ファンガラーノ、ファンガラーノ左を使います。中にジェバリー、ジェバリー落としてファンガラーノ、ついに崩しました。どうしてもその他の選手がこう使うスペース、そういったところが生まれにくい。おーとバックパス、ファンガラーノかわしてファンガラーノに入ってきた。ファンガラーノ、ファンガラーノ、ファンガラーノ、ここはナイスキーパー。手を叩く姿もおそらく捉えているでしょう。ファンガラーノ追加点、ガンバ大阪、これで3対1です。ファンガラーノ今シーズン5ゴール目。ファンガラーのうまいプレーを見せる。かわしていく。2対2になる。そしてメシノが走ってきた。ジェバリー出した。ファンガラーのシュートだ。